どうも、サトクです。では今日もやっていきましょう。今日の絵はこれ。ではいつもの通りトレースからやっていきます。シャープの337ではやっていきましょう。前回というか、まあ昨日なんですけどね、ちょっと一週間ほど絵がサボっていた、絵はサボってないです。クロッキーをサボっていた後遺症みたいなものが出て、まあ、全然合ってなかったのと、あと喋りたいことが多すぎて、なかなかこう、チェックもしっかりできていないので反省です。ということで、もう今日は最初に写真をお見せします。はい、こちら。コケですね。コケです。コケの、今まであの、ボトルコケリウムやったんですけど、今回100均でね、あの、小さなキューブを見つけたんで、キューブコケリウムと題しまして、1個作りました。まあ、なんのこれが楽しい。あの、コケもね、種類が増えて、前回より。ちょっとね、また近くの公園、取りに行ってきたんですけど。まあ、楽しいですね。で、今回はね、あの、まあ、浅いっていうのと、浅いっていうのが一つ。で、もう一つは、あの、なんて言うんですか。上が狭くないんですよ、ボトルみたいに。なので、植えやすい。もちろんね、これ昨日の動画で言うたみたいに、動画撮ってあるんで、まあ多分年内は無理なんですけど、来年早々にはアップできるかなと、思っております。なかなかね、楽しいですね。一応ね、今回の写真見ていただいたらわかるんですけど、段差をつけてみました。このね、段差つけるっていうのが、まあ、今回のキューブコケリウムの僕の中でのポイントです。はい。またね、あんまり喋ってたら時間というか絵に集中できないんで、とりあえずこんな感じですかね。5分測っていきます。はい、またまた1分余りぐらいですね。なんかこの絵になって、やっぱりちょっと時間が早く上がりますね。線が細い分。はい、合わせてみました。今回合わせた場所、ここですね。ではチェックしていきます。はい、合わせてみたじゃない、赤い線終わりましたね。まずなんですけど、ここがずれたんですよ、大幅に。なんですけど、ここが合ってるんですよね。合わせた場所はね、ここなんですけど、で、まあ、頭のこの位置も合ってるし、耳ちょっとずれたかなっていう感はあるんですけど、顔がちょっと小さかったかな。はい。で、まあ、合わせた場所からなんで、ここまでは合ってるんですよね。そんなに大きなずれもないんですけど、ここでこんだけずれてるんですよね。うん。ここがちょっと内に入ってると。で、こっからなんですけど、もうあとは全部横にずれてます。で、ちょっとだけ移動させると、よいしょ。合わした場所なんですけど、ここなんですよ。で、そうすると、そんなに、まあ、ここのずれはあるんですけど、ここも合うし、ここも合うし、ここも合う。胸がね、残念ながらだいぶ、
上の方に書いてしまったんで、下に行く傾向があるんでね、そこを注意してたらそうなりました。で、ここですね。若干、違うな、こっちやな。こんだけのズレがあったり、こんだけのズレがあったりはするんですけど、で、まあ、ここもこんだけズレてるんで、足首の高さもね、ちょっと違うんですけど、まあ、形としては合うてるのかなと。反対側もここら辺、こうなんで、こんだけのズレですね。で、こうなんで、こんだけのズレですね。で、まあ、長さも若干ずれてるんで、高さは合うたんですけどね。まあ、お尻の位置。あと、これ、これ太ももか。手、ここなんでね、若干短いですけど、ひねってる形に対応しきれていない僕の画力って感じですね。はい。コケばっかり作ってんというのもちょっとね、真剣にしないとダメなんですけど、まあ、コケ作り楽しい。最後にもう一回写真だけ。はい、こちらです。はい。コケもやりつつ、絵も頑張っていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はここまでです。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をお願いいたします。また、高評価やコメントよろしくお願いいたします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。